メキシコオオカミは大陸オオカミの亜種の一つ。アメリカ合衆国南部及びメキシコに生息していたが、ほとんどの地域で絶滅状態にある。1998年からアリゾナ州とニューメキシコ州に再導入されている。メキシコオオカミは北、アメリカに存在する三つの亜種のオオカミの中では、最も体が小さく、他の二亜種と遺伝的な差が大きい。で、 体重23から3 6ラム、全長1 6 7センチメートル、肩高71から8 1トル程度の大きさである。体色は、高褐色、灰色、黒が混じり合い、北部のニア種と同様に、白単色、黒単色の個体はいない。アメリカ南西部、メキシコの砂漠に住むと考える人もいるが、実際には、森林地帯に生息している。 ヘラジカのように、メキシコオ,オオカミ自身より大型の動物を狩る場合は、群れで狩りを行う。また、ウサギなどの小型の動物も餌とすることがある。メキシコオオカミは、かつてはアリゾナ州の南端、ニューメキシコ州の南端、テキサス州の西部よび、メキシコに分布していた。家畜を襲い経済的な被害があるとして、駆除の対象となっていた。 アメリカ合衆国では1970年代にはほぼ絶滅の状態となり、メキシコでも個体数が減少していた。アメリカ合衆国では1973年に絶滅危惧種法が制定され、1976年に絶滅危惧種に指定された。その後、保護施設での繁殖と野生復帰に向けたプログラムが実行され、1998年から アリゾナ州とニューメキシコ州の国有林に再導入された。2010年には野生下で50頭のメキシコ狼の生息が確認されている。2006年現在、アメリカ合衆国及びメキシコの繁殖施設で飼われているメキシコ狼は49施設で約300頭存在する。メキシカンウルフブルーレンジリーイントロダクションプロジェクトスタティスティックス アットスピーシーズサバイバルプランキャプティブファシリティーズアーカイブド2007年7月1日アットザウェイバックマシンザインターナショナルウルフセンターメキシカンウルフありがとうございます